皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日は時間がないという言い訳から脱却して効率よく仕事をしたいなら締め切りをきちんと設けましょうというテーマについてお話をしたいと思います。実はですね、この話題を話そうかなと思ったきっかけがありまして、こちらの本ですね、はい、じゃん、残業ゼロのノート術、石川和夫さんっていう方が書かれた本なんですけど、まあ、私の著者仲間、仲間と言っては恐れ多い、もう 10冊近く本出してる方なんで恐れ多い方なんですけれども、せっかくなんでちょっと並べちゃおうかな。私の新刊こんな感じで並べちゃおうかな。はい、こちらの本をですね、拝読させていただいて、この方っていうのは6足のわらじを履く現役スーパー会社員ということで6個のお仕事持ってらっしゃるんですよ。それ回してるんです。ということは当然時間がないとっていうか作らないとそのお仕事はできないですし、家族とか自分の趣味のための時間も作ってますね。そうすると残業はしてないんです、基本的にこの方は。なのでそのコツをノート術っていうものをベースにして、書かれている本がありまして、これを読んだので、あ、そうですねとか思いましてね。女性起業家は特に時間の使い方で悩んでる方が多いので、今日はそのお話を中心にしていきたいと思います。まずですね、時間がないという方は、当たり前ですけど時間のやりくりと使い方が下手な方が多いわけですね。で、本当に本当にもちろん時間がないっていうキツキツの生活 してる方がいらっしゃるのも知ってます。会社員フルタイム、その中で子育て3歳児以下、そして家に帰れば家事をやり、主婦としても働きみたいな形でやってる超スーパー、会社員みたいな女性がいるのも知っています。その方が旦那さんとどう協力し合ってその方自身の人生をどう輝かしていくかっていう話はちょっとまた別の観点から話したい部分もあるので今日は割愛するんですけれども、もう本当にキリキリの時間でやってる方はもうそれだけで3つの仕事を持ってるのとほぼ変わらないので、そちらの方はちょっとさておきです。そうではなくですね、例えば教室事業とか自営業と、家の母の顔、主婦の顔っていうレベルの部分においてはですね、もう少し時間が作れたりするケースが多かったりとか、そもそもその優先順位とかですね、それが間違ってるケースとかも多いので、まずそのどういう順序で時間を作ることを考えていったらいいのかっていうことと、あとはそのメンタルの部分にも関わってきちゃうんですよ。時間とメンタル、どう関わってくるのかっていうのも後でお伝えするんですけどね。なので最初は物理的な部分での方法論をちょっと先にお伝えしていきたいと思います。まずですね、一番重要なポイントは締め切りを設けることになります。一番重要なポイントは締め切りを設けること。どういうことかっていうと、よく私は普通にやってるんですけど、ゴールから設定をして全部前倒しに計算をしていくっていうことがまずできているかっていうのが時間に追われない、ある程度上手に組み立てていく方法の一つなんですね。ゴールを設定するのもあまり遠すぎるゴール、例えば事業計画とかを作るとき3年5年先っていう大きなのを作るときあります。その5年っていうののスパンは逆算してもなかなか途中でこう話も変わったりして修正をかけるので難しいんですけれども、同じように年間計画ですね、1年とかで、そのスパンよりも例えばだんだん短く細分化していきます。3ヶ月タームで4回に分けて4分の1にした後、その3ヶ月タームをさらに1ヶ月タームにして、1ヶ月をさらに1週にして、1週を1日にして1日を分けるみたいな感じで、大きめのスパンで見るときと直近の小さいので見るときがあるんですけれども、今はとりあえずですね、マクロの方ですね、直近の部分、1日をどう捉えるかっていうことからちょっとお話をしていきたいと思うんですけれども、大きなものから見ても小さなものから見ても締め切りを設けるっていう観点は一緒なんですよ。
例えば1日は24時間しかないですよね。で、睡眠時間は若干人によって違うと思います。6時間で済む人と8時間ないとダメな人と10時間がないとダメな人で、それはどうしてもね、寝る時間として確保したらいいと思うし、それは構わないと思うんですよ。で、その他の仕事をいわゆるしている時間のとこですね、ご飯を食べてるとか移動してるとか家事をやってるとか、そういう時間以外のところはどれだけ効率的にカツカツこなしていけるかっていうのが、その他の充実した時間を作るためにとても必要な、スキルになってくるんですね。充実した時間というのはどういう時間というと、趣味の時間とか家族との時間です。だから、そこをやはり取っていくためにも時間の使い方っていうのは上手にしていかないといけないので、まあ、一番なんか聞いてて残念だなと思うのが、なんか気がついたら1日が終わってましたとか、レシピ考えてたら3日かかっちゃいましたとか、まあかかる時あるのも分かりますけどね、まあ、試作してて何度も味調整して1週間かかったとかね、まあ、それでもかかりすぎかなと思うんですけれども、それは仕方がないにしてもですね、考えているだけでっていうところはもうちょっと時間が詰められないかとか、1回目はじゃあ例えば3時間かかったけれども、2回目やるときに2時間にならないかとか、1時間で作れないかとか、そういう、こう工夫を毎回してるかっていうことですよね。例えば私レシピとかはそうですね、大体パン教室をやってた時、レシピを作ってた時には6個ぐらいを同時に作っていくんですけれども、作っていくっていうのは、その実際に A4 の紙にこの配合でって書き起こしていって、製法を書いていくっていうのを作るっていう意味なんですけど、それ以外の下準備もやってありますね。それはどういうところでやってたかっていうと、電車に乗ってる時とかに、今回のレシピどういうのにしようかな、材料こんなあたりかなっていうのをメモで書き留めておいて、でその材料とかがどういう値段でどういうものでっていうのは違う時にまた調べたりとか、その隙間時間の細切れの時間を使ってまず下調べをしておくんですね。でそれをあるよし今日は作るぞっていう時に一気に作るので、6個のレシピを作るのにおおよそそうですね、15分とか20分でできたかな。そうするとまあ1時間で3個作れるのに2時間で6個作れることになります。作るだけですよ。でそれを試作するのもなるだけ少ない時間で試作したいわけですよね。できれば私は3レシピから4レシピは一気にやりたい人なので、その材料を買うとか段取りをしておいて、でちょっとずつ時間をずらしながらですね、発酵とオーブン の合間の時間があれなので、その日やるっていう日のためにタイムプランを組みます。そしてその日1日で4つレシピ作って、どんどん撮影もやっていきます。終わったものを撮影している、要は発酵の間に撮影をするっていう感じですね、焼いてる間とか。なのでそれに必要な備品とかも全部買っておいて、パン作りエリアと写真撮影エリアとに分けて、でしかも日中の光の方が綺麗なので、その日中の光が綺麗に入ってくる時間である程度撮影が終わっていくように、朝いつもがじゃあ例えば7時ぐらいから活動するにしても、その時は6時から動くとか5時半から動くとか、まあ、そういうちょっとその日はそういう日みたいな形にして動いていくことによって、まあ効率よく、機械の方もじゅんぐりんじゅんぐりんに回してるので、余熱とかもねかかりっぱなしの状態なんであまりいらなくって、温度上がってたりとか、発酵機もずっと回しっぱなしなので、そのまんま発酵機にポンって入れられるとか、そういう段取りをあらかじめ組んでおいて、まあ、やっていくっていう感じですね。だからレシピとかそういうものをね一気に作ると頭が混乱しちゃうっていう人は、じゃあどういうふうにすれば混乱しないで1個だけじゃなくて2個、2個だけじゃなくて3個、3個だけじゃなくて4個同時に作れないかなっていうのをトライしてみたことがあるかっていう話です。だから私はそのパンだからそうかもしれません。料理の時にはそうですね、やっぱりワンコースメニューをやっぱり1日で作りたいので、下準備のお買い物とかもちろんしておきますよ、レシピ作って。でそれをだから6品とかでも1日でやります。それでなんかテーブル6品並んだテーブル
で一応写真撮って、一品一品も写真撮るんですけどね。そういう作り方をしていたので、レシピとかね、作るのに2週間かかりましたとかいうのを聞くとですね、なぜ2週間かかる？要はそれをしてたから他のことができてないっていう言い訳になるんですけれども、ものすごい壮大なものを作ってれば別ですけれどもね、その人件費とか使ってる自分の時間を考えると、それだけ手間かけて作ったレシピ、一体何人の人を募集して、どれぐらいね、それがお金に変わっていくレシピなんだろうかっていうのは、やはり計算してやっていかないといけなかったりする時には、どれだけ短くその準備、要はレシピっていうのは実際に教えるレッスンのための、まあ下準備みたいなものになりますからね。そちらの方はなるべく少ない方が、結局売り上げに対しての経費が少なくなっていくわけですよね。自分がかかった時間が少ないわけだから。そのあたりを意識すると、どれだけ段取りよく準備ができるか、これはもう全て締め切りと、段取りを、時間できちんと管理してるかっていうことですね。今、さっき私はレシピを作るの20分ぐらいで作れるっていう話をしました。それはそういうふうに何個も何個も200近くを作ってきてるから、最初は1時間ぐらいかかった時とかありましたよ。いろんな案件とか文献とか調べながら、今度どうしようかなとかって。でもそれをある程度こう下準備の中でこう立ち読みしておくとかですね、本屋さんでですね、あと電車の中でうっすら考えておくとか、そういうふうにしておくと、ガッと取り掛かる時の時間はすごく早く済んだので、短い時間で効率よくやっていくことができました。だから傾向として見ていると、これが出来上がったら、要は自分が満足したら出来上がりみたいな、そういう作り方をしている人が非常に多いなっていうのが、もちろん大事なんですよ、クオリティは。ただ、プロっていうのはですね、ある程度決まった時間でクオリティがいいものを出してくるのがプロなので、料理人とかの方とか見てるとおそらくわかると思いますよ。際限なく、レシピ試作とか、やってる料理人ってまずいないはずです。まあ夜中の自分の時間使ってね、研究とかはやってる方いらっしゃるかもしれないですけども、仕事には、締め切り期限に対するクオリティっていうのが両方とも認められるのが通常仕事なので、教室授業とかそのあたりはやっぱり緩いな、自分で自分を評価するから緩いなっていう感覚はすごくあります。で、これは今レシピを例えに挙げましたけど、全ての仕事が同じ基準になっていきます。石川さんはね、すごいストイックなんですよ。すごいストイックです。これじゃない本とかも読んだことがあるんですけど、すごく効率的にやるためにですね、引き出しの中のその配置とか、文房具の配置です。だから一番こう使うものを一番手前のところ、一番こうよく頻度高くやるところに配置してとか、こうきっちりガチャガチャにならないようにやってとか、まあ、探し物の時間を少なくするっていうことで、まあ、整理整頓っていうのを非常に謳っていて、あ、そうなんだ、文房具の並べ方まで。まあ、私は私なりにもちろん引き出しの中の文房具の順番っていうのは、自分の一番右手に近いところから使いやすいものを並べてはいるのは確かに一緒なんですけど、何が何本とかそこまでストイックにやったことはないので、まあ、それはすごいなと思って読んでましたけれども。全ての時間をある程度測ってます。私の場合、自分の作業ですね。例えば、ブログとか、例えば3000文字ぐらいのブログを書くっていうと、1時間半くらいです。こういろいろね、ネタを考えながら、こういうふうにしようかなとかっていうのを考えて書くと、大体1時間半です。で、例えば、画像加工の処理ですね。自分が撮ってきた、画像ですね。これを、例えば、いいクオリティ、それが、例えばそうですね、明度を変えたり、彩度を変えたりとかっていう、自分が思う絵にしたいクオリティと文字入れとかね、やって1枚の絵を仕上げるとするじゃないですか。で、それに対するかかる時間は、できれば1枚5分で済ませたいと思っているので、ものすごく凝りたい時とかがあるんですよ。で、時計見ながら、15分かかっちゃったかみたいな 感じで、まあそれがね、何かの写真展に出すとか言うと1時間かけてやる時とかもありますけれども、いわゆるブログレベルですね。その形だと、高橋貴子っていうクオリティを自分で決めてますので、そのレベルまでの時間はかけますけれども、その5分とか7分とか自分が決めてる時間以上に時間をかけてしまう時には、
これは本当に必要なんだろうか、趣味の世界に走ってないだろうか、そこまでこだわる必要があるかないかっていうのを精査しながら時間をかけています。ですので、例えば重要なですねホームページのヘッダーとか、そういうのを作るときにはそのヘッダー一つで制約率が変わったり集客力が変わるのを知っているので、そこは妥協しないで作り込む時には1時間2時間3時間とかいう時もあります。なのでそのメリハリはつけてるのは、その後の成果と効果に対してどれぐらいの時間を使うのが妥当か適当かっていうのを測ってやったりとかしているんですね。だから例えばそれができるようになってくると、いわゆる外注さん、いずれ事業がうまくいってくると一人では回らなくなってくるときに、外注さんに頼むときの時給単価ないしは日給を決めるときの一つの基準になります。自分が時給単価これぐらいだなって思ってるときに、この仕事をやるんだったらこの金額までは払えるよねとか、その時の段階になるので、例えばその特化したプロの人に頼む時あるじゃないですか。例えばライターさんとか言うと書き起こしが早いとか、あとはデザイナーさんだと私がそういうふうに苦労して作るであろうバナーを口頭で説明をしただけでそれをきちんと1日で上げてきてくれるとか、まあいろいろそれぞれの得意分野の特徴とかあるとするじゃないですか。でその時に時間っていうのごめんなさい時間っていうのも一つの重要な要素になっていて、要はだらっと仕上げられては困るんですよ。そのクオリティを保ち、締め切り期限を守ってもらうっていう風に自分ができてないと人に頼んでもだらっとしちゃうから、だらっとするっていうことはですね、人件費って一番高いんですよ。だから例えばそんな悪いデザイナーさんとかいないと思いますけど、いやこのデザイン大変で10日間かかったんで10万円ですって言ったら、あなたはそれを受け入れられるかどうかっていうことです。要は時間がかかったことが評価の基準になるのではなく、例えばそのバナーは1枚1万円だって自分が予算を決めていたら、これぐらいのクオリティでこれぐらいの時間で1万円であげてほしいっていうのを最初に言うべきなんですよね。でその根拠は自分がやったらできないけれども、その人がやったらできるかもしれないっていう、その根拠でお話をしていくっていうことになります。特に私の場合にはビジュアルデザインということにおいても集客のツールとしていろいろ捉えていますので、まずは自分が動かしてみたり自分が作ってみます。で時間と内容を測ってクオリティも見て、でその状態で外注さんにお願いします。ですので外注さんが今までなかったですけど、仮に私より遅くてクオリティが低かったら依頼する意味がないですよ。なのでクオリティ高くて早いから依頼する意味があるっていう、その基準値もやっぱり時間なんですよね。だから時間を意識してない人は外注さんに払うお金も異常に払いすぎちゃってる人もいるし、高すぎると思って頼めないけど本当は頼んだ方が自分の時給単価が高い人はそちらの方が良かったりするケースがあるので、どのみち自分の仕事量と自分の能力と時間っていうのを普段から意識してない人は全てがうまく回していくことが難しい。効率化だけが全てではありません。例えば手はがきとか私も書いていく時ありますけど、それは効率重視ではとてもできない仕事です。だけれどもそれは心を伝えるその仕事の一個なので、お客様にそれを伝えていくっていうために時間を割くっていう、まあ、そういう貴重な時間で、把握しているので、それはまた効率とは違う領域で判断するものになってきます。ですので問題はですね、締め切りを設けなくて時間をだらだら使っている人は、事業を回していく上ではちょっと要注意になりますね。なんでお金がたまらないのか、なぜ売上が上がらないのか、なぜ赤字になるのかっていうのも、大抵動きと時間の使い方に問題があるケースが多かったりします。もちろん集客をねやってないっていう、もうそもそも論のところで言うと、やってないっていうのはどういうことかっていうと、例えば地味にねブログを発信するとか、いわゆる SNS 関係ですね、無料のものとかを、やるっていうのがまあ基本セオリーになりますので、そちらができてないっていうことになると、まあ、当然集客もできなかったりしますけどね。ふんだんに山ほどお金があるんだったら広告使ったらいいと思いますけどね。山ほどっていうのはどれぐらいかっていうと、月10万とか15万広告にぶち込めるかっていう話です。
教室授業ではまず無理と思います。相当高い内容のバックが見込めるもの、月賞300万とか400万とか見込めれば30万とか40万くらい突っ込んでもいいんじゃないかなと思いますけれどもね。なかなかそうなるまでにはお時間かかります。なので、時間を計ること、これがまず一つ重要なことです。でそれと同時に、じゃあメンタルとその締め切りっていうか時間がどういう関わりになってくるかっていうと、この本にもね書いてあったんですけど、この本にもね書いてあったんですけど、まあ暇暇そう、あ、そうそう、これちょっと言い方が違う、残業している暇はないって書いてあるんですよ。6つの仕事をしてプライベートも充実させるためには残業している暇がない、要は残業できるってことは暇だっていうふうに書いています。なので悩むのもですね、暇だから悩めるんですよ。ちょっとシュールな話ですけどね。暇だから悩めるというのは、要は時間があるから悩むことができるんです。次から次へと仕事を回していかなくてはいけない、ないしはそれを前に進めていかなくてはいけないっていう状況でだと悩んでる時間がないんですよ。即断即決で、例えばクレームは、最大限最大 最,、最短であれ一番短い時間で対処しなきゃいけないんです。最優先事項になるので、他の仕事を組み替えてもクレーム処理はね一番最初にするんですけれども、そういうことではなく、例えば、同業者の妬みやっかみとかですね、あとはお客さんとのね兼ね合いの中で失敗することもあるでしょう。こんなこと言われて後悔したら嫌われちゃったみたいな、そういう話とかあったりとか、あと同業者妬みやっかみでこんなこと言われちゃったとか、あとはそういう外注パートナーさんとだって行き違いで揉めることだってあります。こちらが正しいと思ってても向こうの正しい基準と合ってなければ、それがこう歪みになって、お金も絡んだ問題に発展することだってあります。でその時に若干マインドはそれはへこんだりすることはあるかもしれないですけど、事業がうまくいく強い人っていうのは一旦そうなってもここに戻すための時間と切り替えがめっちゃ早いんですよ。秒速とは言いませんけどね、かなり早いです。で私も事業を続ける年数を重ねるごとに、ここのタイムラグというか切り替えがすっごい早くなりました。悩んでるね時間がないんですよ。要はそれによって他のパフォーマンスが落ちたりとか、次々にこなさなくてはいけない仕事の手が止まることの方が残念なので、もうそう起こっちゃってる部分で、しかも終わってる案件だとしたら、そこに心を悩ましてる時間があればスパッと切り替えて違う仕事をやってった方がいいんですね。だから悩むことができるも実は暇だからなんです。悪くはないんです。人間としてね、そういう悩むことが成長になるっていう部分もありますから悪くはないんですけど、くよくよしすぎて他のことに手がつかないとか、悩んでたから他のことができなかったっていうのは、実は事業家としては、企業家ですかね、お仕事を淡々とこなしていくべき人としてはちょっと NG かなっていうところなんです。でこれ慣れなんで、最初からやれっていうのは無理なのも分かってるんですけど、そういう心持ちでいるのが普通なんだっていうふうに思うようになると、だんだん悩む時間が減るはずです。だから瞬時に判断していく癖がついていくようになると、あ、これは悩んでる場合じゃなくて、もうじゃあこれはやめよう、はい終了みたいな形で、はい次もっといいことあるよっていう感じでね終わらせていくとか、それでもどうしても降りかかってきちゃうピンチに見えるものとかはあります。でもそれは考え方と捉え方によってはチャンスに変えることもできるので、ピンチっていうか、自分が成長する機会ですね。だってやったことがなくて困っちゃったことが降りかかってくるっていうことは、それをきちんと捉えてきちんと対処することができれば成長するので、それでああどうしよう、ああ嫌だ、もう胃が痛いとかになっちゃって、どんどん後ろ向きで何もできなかったら、成長どころか他のことも全部止まって停滞してしまうので、時間を効率的に使う、悩むのも締め切りを設けるみたいな、そういう形で運営していくとですね、結構スパンスパンと嫌なこともね忘れちゃえるんですよね、切り替えるって決めると。
だからその切り替え力っていうのは授業を長く細く上手に続けていく上では必要なので、やはり締め切りっていうことが一つ基準になってくるんですね。だから悩むのを全て否定はしないんですが、あまり長い時間を悩まない方がいいですね。私最近、そうね、どれぐらいかな、まあ30分以内で終わらせるようにしてますね。悩むっていうか、まあ、解決の方向に向かって動き、そして解決すればそれはもう終わったことにする、悩まない。 悩むっていうより、どうしようかな、どういう解決が一番落としどころいいかなっていう策は考えますよ。その時間はあるんだけど、メンタルの部分でやられるっていうのは、ああ面倒くさいなとかって思ったりする。ちょっとね、変なパートナーさんと組んじゃってみたいな時に、失敗したなとか言って、ちょっと私は人を見る目がなかったな、久しぶりに失敗したとかって思う、反省はしますよ。反省はするんだけれども、落ち込みはしないですね。そういう人を選んじゃった自分、次回は失敗しないようにしよう。とりあえず目の前のこれをどう対処して、被害を最小限に食い止めて、自分にも、まあ私のお客様にも、被害が最小限で済む最短の方法をどうしたらいいかを考えるっていうことで処理していきますのでね。悩むっていうマインドの部分が入ってくる時間がないです。そして終わったら切り替えてスパッと忘れてしまうので、それができるとですね、ほぼほぼいつもご機嫌でいられます。気持ちはほぼフラットで一定に保つことができるからっていう感じですね。ですので、効率面とマインド面で考えましたけれども、どちらも共通しているのは締め切りを設けることです。なので、締め切りを設けられていない人が多いので、ちょっと今日はそんな話をしてみました。自分で自分の仕事時間を一度測ってみてください。そしてそれが次に同じ仕事をやるときに1分でも早くできるかどうかをやっていくと、1年経ったときに格段にスピードが変わってるはずなので、そんなことを意識していただくとですね、業務効率化、自然にできていくと思いますので、ぜひトライしてみてください。それでは。